シテ島は、三類島と並ぶ、パリの中心部を流れるセーヌ川の中州である。パリ市内で最も古い歴史を持つパリ1区及び4区に属し、パリ発祥の地とも称される。ユリウス・カイサルのガリア戦記では、すでに紀元前一世紀にパリ市遺族が住んでいたことが述べられている。東半分が4区に、西半分は1区に属する。 ノートルダム大聖堂とパリ警視庁とパリ私立病院がある。病院の名前は旅の病人を宿泊させ病になれば看病した教会、巡礼協会からの発展の名残である。近代外科医学の開拓者で床屋医者の出身でもある外科医、アンブロワーズ・パレが勤務していた病院としてもその名が知られている。位置関係は大聖堂が警視庁庁舎と向き合い、 警視庁の隣に、私立病院。また、この島はとても狭いので、ここの住民たちは、夜も一定の時間を過ぎると、トイレの水は流さないと、互いに気配りしつつ、一緒に住んでいくことの不便さを味わってきた。ここから、して島に住むものを表す、古仏語、祭典の意味が転じ、市民という言葉が成立したという、中世以来からの、 狭く入り組んだ路地は19世紀に入り、西ヌ川左岸と共に、貧民屈化していた。そうした、狭く、不衛生で入り組んだ空間は、2月革命に見るような、バリケード戦といった、民衆騒乱の元となっていた事情も絡み、第二帝政の時代、パリ改造が実施されることとなった。手始めにして島を含むパリ中心部から大改造が行われ、仮想民らは、 パリの南部から、主に北部や東部といった郊外に排除された形で、移り住むこととなった。日の出直前のポンデザールからのしてシマの眺め、ポンデザールからしてシマを望む、してシマのノートルダム大聖堂以下の3つの中世、建築物が今もなお、してシマに残されている。1区と4区にまたがる、してしましてシマは、セーヌガーウガンとは4本、サガンとは5本。 隣の三類島とは一本の橋で接続されている。このうち最も古い橋が島の西端に架か,かるポンヌフで、して島に架か,かる橋として、唯一、右岸から左岸へと渡る一本の橋となっている。現在のパリ18区、19区や20区から、セーヌサンド2県といった湾流にかけて、ありがとうございます。